素晴らしいと思います。あのすごいあの代表的、日本で代表的な選手だと思います。びっくりした、うん、なんかでも挑戦してたから、なんだっけ、4回転アクセル挑戦してたから、でもそれはすごいなと思ったけど、残念ですね。でもまあこの後も彼の人生は歩むと思うから、あのいいと思います。じゃあ、あのな、誇りに思います。すごいかっこいいなと思います。びっくりしました。なんかまだできそうっていうか、選手としてできそうだなって思うけど、まあ何ですかね、トリプルアクセルもああいう大会で成功してほしかった気持ちはあるけど、誰かを育てたりとかするのもいいのかなと思ったりします。あ、もうあの日本ですごい代表するような、すごく人柄もすごくいい選手だったんで、あのすごく尊敬してます。そうですね、まあ、あの、まあ、何よりもご本人が大事なので、あのすごくご本人がやりたいことができるんだったらそれが一番だっていうのと、まあ、確かにあのオリンピックとかで見られなくなるのは残念だなっていうのとそれは半々ぐらいですかね。